間関係、これね、人脈の作り方、これを意識することによって相手は必ず感謝されてるっていう風に伝わるから、結果に込みと目の前にあることを絶対に精一杯こなすことが大事だ。全部後についてくる。時は令和ビジネス戦国時代、ビジネスの常識をバッサバッサ叩き、マーケティング侍の非常識なビジネストーク。チャオ、マーケティング侍のリュウです。このチャンネルでは実践的に今すぐ使えるマーケティングをシェアしていきたいと思います。はい、リュウ先生、今日もよろしくお願いします。おい、最近悩みがありまして、はいはい、今日のはちょっと特大で。特大、はい、なるほど。この世界ってなんか不平等だなって。どうしたの急に哲学的なこと言い出して。いや、マーケティングとか学ばせてもらってて、最初から特別扱いされてる方々っていらっしゃるじゃないですか。まあいるよね、普通にね、はい、でもずるいなと思いまして。あ、なるほど、俺も特別扱いされたいと、はい、そうです、特別扱いされたいっていうか、 なんか不平等だなと思いまして。それは結論から言うと、はい、ホイミングが何の施策もやっていないっていうことであなたが悪いになります。僕が悪いんですか。悪いですね。この特別扱いされるっていうのも、これマーケティングです。どういうことですか。結論から言うと、はい、おそらくですけど、皆さんもね、この世界ってすごい不平等な世界だよなって思ってる人いると思うんですね、うん、私もですね、そう思った時代がありました。てか実際今もまあ正直不平等な世界っていうのはまあ思ってます。ただこれ事実として受け止めてほしいんだ。だってね、中にはいろんな人からチヤホヤされるような人もいるわけじゃん。例えば女性だったら、まあ可愛い子と見た目がそうでもない人がいたら、やっぱ可愛い子の方がチヤホヤされてしまうと。まあそれを見て不平等だなって感じることもあると思うし、まあ男性も同じだと思うのね。でもこの不平等っていうものはもう絶対起きるんです、この世界においては。なぜならば、そもそも人間っていうものが不合理な生き物だから、合理的じゃない。マーケティングっていうものは合理性のないところを追求していくのがまず一つの考え方。例えばウィークエンドの法則っていうものがあります。例えば映画とかでも一番記憶に残ってるものって一番最後になったりするわけ。手術とかもそうだよね。なんかいろんな痛い思いとかしたとしても、一番最後がハッピーだったら、このハッピーな記憶しか残ってないとか。例えば買い物とかだってそうじゃん。1000円のものが998円ってなったら、はい、急に安く感じてしまう。確かに。よく考えたら2円しか安くなってないんだけど、この2円安くなるだけで買う人が出てきたりするわけなのね。よくよく考えたらおかしいんだけども、でもついついそう動いてしまう。まあこれがまあ人間が不合理な生き物と、合理的な生き物ではないというね、まあ、証明はもういろんなところでされたりします。まあ、行動経済学、行動心理学、さまざまなところで言われたりするんだけども、じゃあこれが分かってるんだったらば、不合理性をうまく活用するのがマーケティングという、まあ、分野でもあるわけです。じゃあ今ホイミングが言った、いやこの世界って不平等ですよねって思うんだったらば、もうこれはまず認めましょう。この世界は不平等な世界です。もう 100% 不平等な世界。ただし、この不平等な世界をある程度自分たちでコントロールしたり入り込んだりすることはできるんです。できるんですか。できる。これが今日皆さんにお伝えしたいこと。マーケティングっていうのは分野で言うと5つあるんだよ。ホイミング覚えてる？この5つ。5つ。すいません、忘れました。はい、まあいいです。このチャンネルのトップページにもマーケティング完全版っていう動画ありますんで、見たことがない人はぜひ見てください。ホイミングはまあ1から100まで全部忘れてるみたいなので、簡単にこの5つを説明しますと、まず1つ目、コンセプトメイキング。ヒット商品を出すための、まあ、ネタであったりとか、パッケージであったりとか、まずそもそも一番中心的なもの、中心的な考え方、まあ、コンセプトですね。どうやって売り出していくか。そして2つ目がコンテンツメイキング。レストランで言えばね、今回尖った絶対0度のマイナスで作ったパスタを提供するんだ、まあ、これがコンセプトメイキングね。簡単に言えば、今まで見たことがないものを作りましたみたいな。でそのコンテンツメイキングがどう提供するか。もう例えばカチンコチンになったこのパスタを手渡しでするのか、綺麗なお皿で盛り付けするのか、シェフが直接目の前で提供していくのか、この提供方法、まあ、これが簡単に言えばコンテンツメイキングって言います。提供の仕方で、3つ目がリストメイキングですね。リストメイキングっていうのは、簡単に言えばですね、まずビジネスで売り上げ上げたかったら見込み客を集めろ。まあこれがリストメイキングなんだ。いきなり商品をね、売っていくんじゃなくて、まず興味を持ってもらって、ステップの階段を登っていきましょうと。まあ結婚で考えると簡単だよね。本人君はちなみに結婚したいと思った女性はいますか？はい、います。一番最初のアプローチで何てアプローチした？出会った時に。出会った時ですか？出会った時はもう友達からですよね。友達からでしょ？はい。でもビジネスになったら、急にこれが出会った時に結婚してくださいって言ったりするじゃん。おお。いきなり商品を売るってのはそういうことなの。最初は友達から始めるでしょ。はい。この言い方を変えると、最初はまず興味があったらメールアドレス登録してくださいとか、うん、LINE 登録してください。そこから少しずつ10万とか30万とか高単価の商品買いましょうとかでもなく、1000円で試せますとかっていうね、まず試してみるじゃん、うん、っていうふうにこうステップを上げていく。これも簡単に言うとリストメイキングっていうね。そして4番目がメディアメイキング。
まあ、簡単に言えば自分たちの認知度を上げたりブランディングをどう作っていくのかっていうやり方、まあ、メディアメイキングね、まあ、テレビに出るのもそうだし自分たちのブランドイメージを考えていくもそうだし、まずここまで4つ言った内容っていうのは、まあ、王道なので過去にもこのチャンネルでもたくさん言ってるんだよ。ただね、1個だけあまり掘り下げてない話がある、はい、それが5番目のルールメイキングだ。ルールメイキングって、まあ、これはね一般的に言われてるのは政府とか行政を巻き込んで施策とか、例えばどうやって政府と仲良くなっていくとか、行政を巻き込んでいくとか、上の力をどうやって使っていくのか、例えば法律が変わったら我々アパフタするでしょ、まあ、法律ってコロ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 変わるから、まあ、ちょっと変わっただけで自分たちのビジネスに影響が出たりする。だから事前にキャッチしたりとか、あるいはね、政治家とかと仲良くなったり、そういう風に考えるのがルールメイキングなんだけど、いやとはいえすごい遠い世界でしょ、はい、何のこっちゃって感じでしょですね。オイミン君のね、まあ、そんな、ね、はい、政治家とか国とかはるかに遠い世界でしょ、はい、何言ってんだと、うん、っていうので今回はね、まあ、このルールメイキング一言で言うと業界において皆さんが特別扱いしてもらうための方法をお伝えします。業界において特別扱いしてもらう方法ですか。そうだって一番最初に言ったじゃん、はい、この世界不平等だって。不平等ですってことは不平等ならもう事実としてあって、うん、でも自分だけチヤホヤされたら嬉しくない。めっちゃ嬉しいですね。まあでも単純やねもう不平等な世界の中でもうそれはもう事実として受け止めるにしても、自分が特別扱いしてもらったらそれって良くない。これがルールメイキングの世界だ。ルールを変える、ルールを作るっていう手法を知ってたら、例えば本人君とライバル業者の A 社があったとして、同じ商品を作った時にもう内容も一緒、製品も一緒で、ホイミン君と A 社が営業しました。ホイミン君営業得意ですか。いや、めちゃめちゃ苦手です。おそらく多分お地蔵さんみたいに何も喋らないんだろうね。で、A 社はめちゃくちゃプレゼンテーションがうまい。でもそんな時ホイミン君が突っ立ってるだけで契約取れたら嬉しくない。めちゃめちゃ嬉しいですね。めちゃくちゃ嬉しいよね、はい、これが特別扱いよ。なるほど。もう極を言うと、はい、君かっこいいから契約するとか、可愛いから契約するってことがあったりするでしょ。これ暴論だけども、でもビジネスの世界ではなんであそこと付き合うんだ、え、なんであそこと契約取るの、え、なんであの人の商品買ったの、なぜうちの方が条件いいのにあそこと付き合い続けるんだってことが起きるよね、うん、なぜこんなことが起きているのかっていうことを知らないといけないわけよ。我々はそういう風に仕掛けていく、これがルールメイキング。なるほど。だ、知ってる人と知らない人では簡単だよ、はい、全く同じことをやった時に大きな差ができるの決まってんじゃん。だからもうマーケティングの領域だ、これ一つの、うん、人間関係というものを考えたマーケティングということで、まあ、今回ホイミン君の教えたいテーマは、まあ、ズバリですね、はい、まあ3つでしょうね。まあ1つ目がじゃあそういった人間関係のマーケティング、まあ、人脈の作り方とか見つけ方、付き合い方、まあ、そして2つ目がそういった人たちと付き合っていくときに損をしないお金の使い方。やっぱお金の使い方ってめっちゃ重要なのね、まあ、人と付き合うときにやっぱお金発生するじゃん、はい、だから1回食事に行くでもお金と発生するでしょ、うん、会食って言葉があると思うんですよ、はい、じゃあ会食ってどういうとこ選べばいいのか、そんな大きなお金を、じゃあ大きなお金を使うべきなの、それともその辺の居酒屋でいいんですかとか、こういうのも考えていかなきゃいけない。で3つ目がじゃあどういうふうに付き合うのかっていう過程においてやっぱ時間が大切じゃん。朝から晩まで会食に行ってるような人もいるね、まあ、そうじゃない人もいるっていうふうに、ルールメイキングで特にこの人っていうものを考えていくんだったらば、それぞれの人付き合いであったりどういうふうにどこにお金を使っていくのか、まあ、こういったものをね今日は教えていきたいと思います。なんか今の話聞いてて思ったんですけど、なんかキャバクラとかってどうなんですかね。ああ、なるほど、キャバクラね、はい、ちなみに今の話からキャバクラには全く話がつながらないと思うけど、まあパッと思いついたのキャバクラってことね。そうなんです、はい、はい、キャバクラはいいのか悪いのかみたいな話ね、はい、それも含めて。ちなみに私はそういった夜のお店はあんまり行かないタイプなんですけども、結構ね人脈とか、そういうのはちゃんと駆使をしながら、やってってるタイプなんですよ。今日のねこのテーマ、はい、もうすっごいね回答ができる人が一人いるんだよ。お、多分私よりもおそらくこの辺をロジカル的に計算してやってる人がいるんだね、うん、だからルールメイキングのプロで人付き合いのプロだ。じゃあ早速今からね呼んでみたいと思いますね。はい、ということでお呼びしました。こちらですね、不動産兄貴というですねチャンネルをやっている小林さんです。皆さんどうも、不動産兄貴の小林大輔です。なぜ不動産の兄貴がここに来てるのかと。いや、不動産と今回の話何が関係あるのっていう話なんですが、実はですね、まあ私もですね
小林さんとはコラボレーションの動画を過去にも撮らせていただいたことがありました。でそれ以外にもですね、まあ、実際こうね付き合いの中で一緒にご飯を食べに行ったりとか、小林さんのね考え方を聞いたりとかもしたことがあるんですけども、まず何をやってる人なのかというとですね、まあ、資産30億円とかつかなりたくさんの人脈を今までも作ってきたというか人付き合いのプロなんですよ。いや本当やばいぐらいやばい。で私が小林さんが一番最初に、ま、学んだマーケティングがあって、それ何かというとお任せしましたマーケティングなんですよ。フルベッドマーケティング最近よく聞くあれです、はい、私はもう何事もなくお任せしましたって言うんですけど、はい、小林さんが一番最初私に会った時に最初に言ってきたことがお任せしましたと、うん、もうフルベッドしますって、なんかなかなかねすごい気まずいなと思いながら、話を聞いてたんですけど、とにかくこう人に任せるプロでもあり、そういった人を見つけるプロでもあり、そして人との付き合い方、そこにかけるお金に関してかなり哲学的かつロジックを持ってる人だっていうことで気づいたわけなんですよね。まあ一緒にねご飯食べに行ったりするときにたびたび話をするんですけども、全部計算してるんですよ、怖いぐらいに。何をおっしゃってますか、リュウ先生。いやもう怖いぐらいに計算してるんですよ。全然です。あ、今私が一方的に喋ってるので簡単に自己紹介してもらってもいいですか。はい、ありがとうございます。あの不動産兄貴の小林大輔と申します。もともとはですね、あの富士ゼロックスっていうプリンターの会社でサラリーマンやってまして、でちょうど27、8ぐらいですかね、そこで創業して今ちょうど40年ぐらいやってまして、その間にまあ総資産30億、純資産で18億ぐらいですかね、あの作りまして、あの企業が今7つほどあの運用してるんですよ。誰一人雇わずに運用してまして、まあ、その中で、いわゆる外部接続メディアの変化に伴って、あの劉先生にいろいろ教えを交流になりまして、今あのいろんなアドバイスをいただいて YouTube をやっているという流れになります。はい、でちなみに小林さんの YouTube に関しては概要欄の方からですね、不動産ありきの非常識な投資学を、うちのチャンネルがすごい、かぶってる私がパクったのかどっちなのか、もう兄弟みたいなそのチャンネル名になってますけども、小林さんの方では主にその投資とかお金の使い方を教えている。だから私はマーケティングの話を教えているので、まあ、おそらくこのチャンネルを見ている方もマーケティングを学んだ後にね、私もたびたび言っているお金の使い方を学びなさいっていうのは、おそらく小林さんのチャンネルの方がすごく、まあ、かなり得意というか、その投資家目線での話が出てくると思いますので、よかったら概要欄の方からチェックしておいてください。今回はね、まあ、うちのチャンネルではマーケティングの話が中心なので、まあ、このルールメイキング、人付き合いも含めてこう世の中の不条理というか不平等な世界を自分の都合のいいように作っていく、それ得意ですよねどちらかというと得意かもしれないですね。どちらかというとどちらかというと、はい、そこかもしれない。いや得意です。あ、どうですか。逆に全く得意じゃない男がいるんですよ、このチャンネルには。なるほど。ホイミンです。なるほどですね。夜なんか遊びにも行かないし、キャバクラなんか行かない。ただママは作りますけどちょっとよくわからないんですが、ただそういった夜のお店とか行かないし、いや飲むとかもそもそもしない、一滴も飲めない、人脈なんかも人見知りで全然作れないし、ニートたちの憧れ、憧れじゃない、まあむしろホイミンができればおそらく世の中でこう引きこもってるような人たちでもできるようになるんじゃないかなということで、今日はですね、不動産兄貴の金持ち哲学、このルールメイキング編をちょっとぜひ本人にレクチャーしてもらいたいというルールメイキング兄貴道場やっていきましょう、はい、じゃあ本人、はい、ということで、引きこもりであり、そしてニートでもあり、仕事も全然しなく、人脈も作らず、友達もいなく、そしてママも募集中の本人が、もし今日ね不動産兄貴から学んで、はい、ルールメイキングができたら、いやめっちゃいいっすね。そうだよね、はい、だって夜なんか飲みに行かないもんね、はい、食べにも行かないもんね、うん、そんな本人がもしここでできたらすごいことが起きるんじゃないかということで、リスナー代表でね早速やっていきましょう。はい、じゃあね、今日はね完全版人間関係がうまくいく方法ということでね、徹底解説していきたいと思います。はい、ホイミ君ね、はい、あのさっき特別扱いされたい、はい、ね、これどんなタイミングで特別扱いされたい。いや、やっぱビジネスの場で特別扱いされると嬉しいですね。なるほど、はい、具体的に言うと特別扱いってどんな感じなの。なんか、あ、そうですね、うん、あ、例えば他社よりも僕の会社を一番に考えてもらい、うん、優遇してもらい、優遇してもらいたい。なるほど、それはあのホイミン君の中で、はい、要は、特別扱いってことになるんだね。そうです。 OK、 あのね、これ特別扱いをしてもらうためにはもともと非常に大事なことがあって、これは
ベースにこの人間関係がうまくいくってことがそもそもないと特別扱いなんてされない。それなんか別に関係ないのかなと思ってました。うん、オッケー。実は全然違ってて、はい、そもそも論、うん、自分のビジネスとか、いや例えばね、ホイミン君のビジネスとか、そもそも人間関係が醸成できなければそもそも論特別扱いなんてしてもらうなんてことはまず無理ってことよ。あ、小林さんすいません、うん、情勢って何ですか？情勢っていうのは、はい、うん、まあ要は土壌を作るとかさ、はい、時間をかけて、うん、発酵させるみたいなもんだ。あ、で、あのまずこの人間関係がうまくいくってことが前提になってくるから、ってことはまずこの人間関係をうまくいくために、あの非常に大事なポイントが3つあります。ほ、うん、これ一つ目、まず人間関係、これね、人脈の作り方、これをまず知る必要がある、うん、人間関係を作るっていう方法がこれまず一つ目、うん、で、二つ目が、この上手なお金の使い方、うん、上手なお金の使い方、これ二つ目非常に大事です、はい、で、三つ目が、人と上手に付き合う方法、うん、この三つが実はこの人間関係をうまく構築着手していくために非常に重要な3つのポイントになります。ここまで OK だな。はい、これがベースになってくる、うん、そう、それがベースになって初めて人間関係ができて、初めてホイミン君がやってる自分のビジネスに特別に優遇されるっていうことがそもそも事象として発生するから、うん、そもそもね、だからそもそも論、あのホイミン君の事業はイコールホイミン君なんだよ。わかる、ってことを考えたら、やっぱりそもそものホイミン君が大事にされるっていうような状況にならない限り、ビジネスでは特別な優遇をされることはまずない、うんうんうん、ということは、はい、まずホイミン君自身がこの人間関係をうまく作るっていう方法を理解し、はい、うまくやっていきたい方に対して、うん、今日お話をするこの3つ、うん、人間関係と上手なお金の付け方で、人と上手に付き合う方法をまず理解し、やるってことが大事なんだ。すみません、僕失礼な言い方になってしまったかもしれないですけど、うんうん、これってあんま難しくなさそうな気がして、うん、その通り、めちゃくちゃ簡単なんだよ、実は。簡単なんです。めちゃくちゃ簡単、うんうん、あの今日、リュウ先生がさ、ルールメイキングのプロって俺のこと紹介したでしょ。だけど実はこれってめちゃくちゃシンプルで、めちゃくちゃ簡単なことなんだよ、うん、で、それを言葉に表すと、この今の人間関係、まあ、人脈の使い方を理解する、上手なお金の使い方を理解する、で、人と上手に付き合う方法を理解する、このたった3つだから、うんうん、おっしゃる通りで、おそらく実はホイミン君も幼稚園とか小学校とか中学高校でやってる可能性が高いんだ。僕でもですか？間違いない。ホイミンができるんだったら視聴者の方々は絶対できますね。だから裏を返せば、このルールメイキングっていうことは、この3つのポイントさえ押さえれば特段難しいことは全くない、うん、人と円滑な関係が構築できて、まあ相手からさ、ホイミン君が大事って言われて、うん、特別な状況になるっていうことは、まあこれは間違いないわな、じゃあホイミン君、はい、人間関係、人脈の作り方、はいはい、どうやるか分かる？賄賂を渡すなり、誤問をするなり、うん、じゃないかなと思います。なるほど、はい、ホイミン君の中での人間関係、人脈の作り方、賄賂を渡す、はい、誤問をする、はい、この2つね、はい、OK、じゃあ一個一個いってみよう、はい、答えがあるかもしれないから、はい、まずね、人間関係で大事なことは、はい、この3つです。この3つね、でまず1つ目、これね、一番大事、貢献の精神です。まず、はい、ホイミン君が関係性を作りたい人に対して、まずホイミン君が何ができるかっていうことをまず考えなきゃいけない。これがね、もう一番最初にきます。僕ができることを探すんですか？そう、じゃあ例えば今ホイミン君はどんな人と関係性を作りたい？はい、僕あれですね、あのお金持ちの社長さんとあの関係性を持ちたいです何考えてんの？お金持ちの社長さんと関係作って。もうなんか、あの、はい、あの、まあ、なんか、ゴニョゴニョっと。横島なこと考えてる。いやいや、もうクリーンですよ。僕の中ではクリーンですが、うん、はい。もしかしたらゴニョゴニョっと。そういうこと？恥ずかしいね、ゴニョゴニョって。まず一番最初に来るのはね、これ、人間関係で一番大事なことっていうのは、自分自身が
相手にどのような貢献ができるかっていうことをまず考えなきゃいけない。ホイミ君どんなことできる？僕ができることはタクシーを止めることくらいしかできないです。大事。え、いいんですか？大事。気が利いてるじゃん。他には？料理だったら僕得意ですよ。マジ？料理作れんの？料理。それも大事だよね。大事。他には？いやもう何でもありますけど、例えば靴磨いたりとかしますよ。それねめちゃくちゃ大事だよ。この貢献の精神で、はい、自分自身ができることを精一杯やる。これめちゃくちゃ大事なこと。ね、自分ができてタクシーを止めることっていうのは、はい、タクシーを止めなきゃいけない事象になった時に止めるでしょ、はい、全く関係ない時に止めるわけじゃないじゃん、はい、でじゃあ料理作るのもさ、はい、勝手に作ってお裾分けするわけじゃなくて、うん、関係性を作りたい人が要は欲しいと思ったタイムで作ったりするわけじゃん、うん、そうでしょ、はい、これめちゃくちゃ大事なことです。実はホイミン君すでにやってるこの貢献の精神、自分にできることは何かよ、でそれをすでにやってる、これが一番大事になってきます。これがベースね。貢献ってすごく大事とおっしゃってましたけど、うんうん、貢献ってこう何回もやるってなるとちょっと疲れちゃうんじゃないかなと思いまして、うん、なるほど、いい質問、はい、あのねこれ自分自身の何かの計算によって貢献しようとしたら疲れちゃうんだけど、でもね相手に対して自分に本当に何か役に立てないかって考えたらこれね全く疲れないんですよ。ホイミン君はじゃあ目の前にいるとある方とさ関係性を作りたい、はい、関係性作りたいが魅力があるわけだろ、はい、ってことはこの魅力があるからこそお近づきになりたい、うんうん、近づきたいからこそじゃあ自分に何ができるかという考えになるわけだ、うん、ということはそれは特段何かのメリットとかデメリットとかね、うんうん、そういうリターンとかリスクという概念ではなく、簡単に言うとその方とお近づきになることによって自分自身の成長があったりとか、うんうん、自分が知らないことを知って視野が広がったりとかさ、実は自然に相手に対しての貢献の精神っていうのは普通自然に出てくるものだからさ、ってことはどういうことだっていうと相手に対してきっちり好奇心をもとに興味を持つってことじゃん。興味を持つ、そう、だから特段これは溢れ出てくるものであって無理にやるものではない。裏を返せば無理にやらなきゃいけないということはその人のことを本当に近づきたいと思ってないってことだ。なるほど、うん、ちなみに小林さんってどういう時にその相手に何かしてあげたいっていう気持ちになるんですか？いい質問だね、まあ、俺なんかはもうありとあらゆるタイミングで貢献をしたいと思ってるよ、うん、じゃあ例えば今なんかだったら YouTube のチャンネルやるでしょ、はい、YouTube のチャンネルやるためにはさ結構な人数でやってる、でだけどまあ撮影も当然来るしサムネを考えてくれる人もいるでしょ、でそういったような人、例えばツイッターの運用もそうでしょ、でそういったような人たちとかを俺のためにさ骨を折ってくれてるっていうことは、じゃあ俺が何が貢献できるかってことを思うんだね、簡単に言うと、はい、ってことはどういうことかっていうと自分ができないことができる人たちがいるわけでしょ、でそれを気持ちよく働いてもらいたいわけ俺として、じゃあそういった時にじゃあ彼らに何ができるのかってことを考える、これがまあ、 あの身近な例で言うと一つあるし、リュウ先生なんかマーケティング俺はあのいろいろ教えていただくわけでしょ、はい、ね、リュウ先生はもうマーケティングの専門家じゃん、はい、ね、俺マーケティングそんな専門じゃないわけ、まあ知ってるけどねある程度、だけどもうリュウ先生はもうあのいわゆる学者レベルで専門家なわけでしょ、ってことは教えてもらうっていうことが少なくとも要は今回の特別扱いだって、リュウ先生だってさ死ぬほど生徒がいるわけじゃんね、で中であなた誰って言われないために小林さんですからちゃんと認識をしてもらう、すなわち特別扱いだからさ、でそれをしてもらうためにじゃあそのマーケティングの教えを請う龍先生に対して俺が何ができるかっていうことを考える、これが貢献の精神なんだ。だからまず今日のお題目である相手から特別扱いしてもらいたいなら必ず一番最初に来るのがこの貢献の精神、貢献の精神が大事っていうのは分かったんですけど、うん、正しくこうちゃんと貢献できてるのかっていうのが分かんないんじゃないかなと思いまして、なるほど、はい、そこでね実は大事になってくるのがこの2つ目の共通言語ってやつなんだよ。これ僕気になってたんですけど共通言語ってその、うん、どういうことですか、うん、さっきの龍先生のケースでいこう、要は俺マーケティングその専門家じゃないけど知ってるけどねって言ったら実はこの共通言語にあってさ、少なくとも龍先生に教えを請う以上全くの素人では意味がないわけ、少なくとも現状のマーケティングのトレンドに関しての研鑽を積んだ上で龍先生と会話をするってこの準備が大事なのね。すなわち自分自身がその関係性を作りたい相手の業界の構造とかさ思考実態っていうものっていうのはちゃんと事前に調べれば分かるのよ。でそこの上で
リュウ先生と例えばお話が盛り上がるための共通言語っていうものを事前に準備するべき、うん、すなわちファイミン君が、はい、じゃあお金持ちの社長さんと関係性を作りたい、じゃあこのお金持ちの社長さんに今貢献の精神を持って興味持ったとしようよ、はい、じゃあもうちょっと聞いてみる、どういうそのお金持ちの社長なの、何かしたいことがあったら自由にお金を使えるし、うん、自由に時間も使えるっていう、なるほど、そういう人ですね、それがお金持ちなんだよね、はい、まあ、もう少し分かりやすく言うと自分自身の人生だとか自分の時間だとか自分のライフスタイルの裁量権を全て自分で決めれる人がお金持ちっていうことなんだね、はい、そういったような人たちに対してまずどんな貢献ができるか、これをどうやっていいか分からないっていう場合はまずそのお金持ちの思考実態を理解しなきゃいけないわけ、そこで必要になっていくのは実は共通言語で、じゃあホイミン君が今関係性を作りたいと思った、はい、自分の人生を自由に生きている裁量権を全て持ったお金持ちは何に興味があるかってことを理解しなきゃいけない、例えばよ、はい、その方があのスカイダイビングやろうと思ってんだよね、でそういうものに興味があるっていうことが分かったら共通言語としてスカイダイビングでしたらどこどことどこどこが面白いみたいですよっていう共通言語になるわ、はい、で例えばそのお金持ちが要は船で世界一周したいと、はい、であれば船で世界一周する場合であれば北半球のこっち周りのこの航路がいいらしいですよとっていうような形で、これも一つフレッシュな情報、役に立つ情報を要は提供しているという貢献の精神と今興味があるであろう共通言語っていうものを含めて会話が入り口として成立するわけ、これをすることによって関係性構築のために一番大事なものっていうのはコミュニケーションだから、そのコミュニケーションのきっかけとなりうるよね、これが今の共通言語ってやつ、なるほど、うん、小林さん、うん、めっちゃ勉強になりますね、本当、はい、まだ1ページ目だけど大丈夫、いやもうなんか貢献の精神教えていただいて共通言語も教えていただいて、うん、なんかもう感謝もなんかそういうことですよね、うん、結局もうこの2つ教えていただいたんでこのページってもう大丈夫なんじゃないですか、あのね感謝が実は一番大事なんだ、あ、これなんですね、もうこれこそ一番大事なんだ、じゃあ、はい、ホイミン君が今回関係性を作りたいお金持ちに対しての感謝って何、お金持ちに対してだってまだ関係性がないから、はい、あまり詳しく知らない方なわけだ、はい、簡単に言うと、はい、その方とホイミン君は関係性を作りたいと思う、はい、でそこで今の貢献の精神、まあ、相手に興味を持ってね、うん、興味を持ってるからこの人はただの金持ちじゃないと、自分の人生自由に生きて自分の全ての時間とお金と全てを自分の裁量権で生きている方だと、はい、僕もこうなりたいと、はい、いうことで関係性を持ちたい、はい、すなわちねこれ人間関係作りたい、その中で一番大事なのはこの今の貢献の精神と共通言語っていうところまで説明したんだけど、じゃあこの中でこの感謝精神ってどういうふうに出てくるかって話、感謝の精神ですか、うん、なんか感謝の精神ってなんか普通にお礼とか言えばいいんじゃないですかね、うん、あのねお礼を言うことはすごい大事、はい、間違いない、これは言語化するってめちゃくちゃ大事なんだけど、一番大事なのはその何に対して感謝するかって話なんだよ、何に対して感謝をするか、そういうこと、なんだと思う、美味しいご飯連れて行ってもらった時とか、うん、金くれた時とか、ね、あのね残念ながら、はい、あの関係性できてない人にお金をくれる人はなかなかいない、そうだろ、そう確かにそうですね、うん、はい、ホイミン君が今のケーススタディで一番最初に感謝しなきゃいけないのは、はい、まず全く関係がないホイミン君からこの2つの要は考え方概念にのっとって要は声をかけるわけでしょ、はい、でそれに対して反応してくれたこと会話をしてくれたことにまず感謝をしなきゃいけないってこと、そこからですか、そこからなんだよ、うん、なんでかわかる、なんでですか、あのねみんな平等に時間って有限なわけ、はい、24時間しかないでしょ、はい、その中でそこに意識とか時間を使うこと自体が実はこれって本当にお金持ちな人もあのそうなんだけど一番大事なって時間なんだよ、うん、タイムイズマネーって聞いたことあるでしょ、はい、昔からあるよね、だけどこれはもうお金持ちな人ほど1時間あたりのパフォーマンスが高いからそこに対してお話をして受け答えをしてもらうことですら実はこの感謝というものが必要なんだよ、なるほど、うん、感謝っていうものはこれ言葉に出すことが非常に重要だ、うん、なんだけども今の時間を使っていただいてありがとうございます、うん、例えば全く知らない私に、受け答えしていただいてありがとうございます、うん、この感謝があればそもそも相手にちゃんと伝わるんだよ、うーん、これが一番大事、
感謝の気持ちをしっかり持つっていうこと、そう、相手の時間をいただいてるっていうことをしっかり認識すること、そういうこと。これは別に今回のホイミン君のお金持ちな人、すなわち目上の人ね、自分とはステージが違う人と関わるというだけではなくて、友達とか同僚とかね、先輩後輩関わらず、全ての人に対してこの時間を使ってくれた、もしくは興味を持ってくれた、意識をそちらに向けてくれたことに感謝ができるかどうか、これを意識することによって相手は必ず感謝されてるっていう風に伝わるから、まずこの、はい、今日人間関係で作るために大事なことは、この貢献の精神、共通言語、感謝の精神、この3つでもって関わりたい人に準備してアクセスするってことが一番大事になってくる。なるほど、うん、小林さん、うん、すごい勉強になります。はい、まあ、あの当たり前の話なんだけどね、うん、貢献の精神とか持った方がいいよとかって聞かれても、なんでだろうみたいな、ずっと抱えてた部分、モヤモヤとしてた部分があったんですよ。なるほど、それをしっかりと言語化してくださって、うん、あ、そういうことかと、はい、うん、落とし込むことができまして、うん、それは良かった、はい、ありがとうございます、うん、人間関係のことを教えていただいて、すごく分かったんですけど、うん、人脈、うん、もう作っていきたいなと思いまして。なるほど、はい、人間関係を作って、これ基礎的な話なんだけどさ、はい、これもういわゆるあのお箸持つレベルで、ね、基礎的な話なんだけど、それがあった上でホイミン君は人脈を作っていきたいってことね。はい、ここでちょっと最初に触れておかなきゃいけないし、この人脈の作り方で大事なことって書いてんじゃん。一番大事なとこは、この世の中一般的に言われるこの人脈っていうのは、何か助けてくれたりとかさ、何か要は支援をしてもらうっていうことをイメージされる方が多い。よくさ、俺もよく言われる、俺20年事業やっててさ、会社7つやってるわけで、じゃあ何にもないところから20年でその30億作ったと、純資産18億だと、借り入れ12億だと、不動産14億ある、それ人脈なんですかってよく言われる。これ一番ね、気をつけなきゃいけないポイント、この世の中一般的に言われてる人脈っていうのはさ、はい、残念ながら要は人脈を頼るっていう意味での人脈として認識されるケースが非常に多い。これ実は間違ってます。へー、まずここを理解しなきゃいけない。これそもそも、はい、この人脈っていうもの以前の問題、まあ、要は人との関わりやね、この人脈の脈っていうのは、そのこちらが頼るものではなくて、一番大事なものはこれなんだよ。自分自身にどのような価値があるか、どんな価値提供ができるかっていうことが前提になってくる、はい、すなわち自分自身に力がなければ関係性を持ちたいという人はそもそも寄ってこない、うん、裏を返せば自分自身に力があれば、うん、みんな頭下げでやってくるんだよ、はい、それが初めて人脈となって活用ができるわけ、はい、分かる。すなわちね、これ一番大事なのは自分の価値っていうものをきっちり磨いて、いつでも何かあったら、さっきの貢献の精神ね、お役に立てますと、はい、いうような、さっきの貢献の精神と感謝の精神と、はい、共通言語を実装した上で自分の価値っていうものを明確に認識し、それが相手に分かるような状態でやらないと、そもそもこの人脈というものは構築できないっていうことが一番大事。でも、うん、僕に価値って多分何もないと思うんですよ。まあね、あのこのチャンネル見ていただいて皆さんも、ご自身ってどんな価値ができるだろう、価値ないって思われる方多いと思うんだよね。これね、お一人お一人やってこられたことも違うし、人生全部違うわけですよ。生まれてこの方歩んできた、要は生まれ育った経験経験経験、見たもの聞いたもの味わってきたもの感じたもの、これが実は価値になるんだよ、うん、その歩んできた人生がもうすでに価値ってことですか。そういうことなんです。いや、実はそれを何も考えずに価値じゃないと思うのか、例えばじゃあいいじゃん、目の前にいる想定してるお金持ちがいたとしようやな、はい、さっきのな、そのお金持ちは要はホイミン君が見たこと聞いたこと感じたことってのを知らないわけだ、だよね、はい、だって人生人が違うんだから、はい、だよね、うん、でそれをじゃあさっきの貢献の精神と、共通言語あと感謝の精神ね、この中でこの共通言語に乗せた形で自分自身が感じたことっていうものを伝えることによって、それはホイミン君しか知らない経験でしょ、はい、それが例えば価値になったりする。
だからそもそもの自分に価値があるかないかっていうのは、要は自分自身っていうものを見つめ直して、自分の棚卸しをして、自分の経験っていうものをきっちり見つめ直して言語化しておくっていうことは、どういうことかっていうと、ホイミン君が何が得意で何が得意じゃないかって分かるわけよ。でさっき言ってたじゃん、自分でタクシー止めれんでしょ、はい、タクシーはい止めれます。じゃあどういう時に止めるの、はい、なんかこう飲みの帰りとかですかね。だよね、はい、これ誰がタクシー乗るの、目上の方だよな、はい、それ才能だから。そうなんですか。そうそう、これは僕は今のみんながいる状況の場を読んで、うまいタイミングで次の行動に対して必要なことを準備できますってことなんだ、うん、これ価値なんだ。料理できるんだっけ。料理できます。どんな料理ができる。和洋中何でもできます。マジやべえな。ここでかぶってる場合で料理のお店で働いた方がいい。もう和洋中できちゃう。はい、料理のお店で働いた方がいいんじゃないってよく言われますね。だよね、はい、その和洋中作るの、何を判断基準して和を作るの、洋を作るの、中を作る、何を判断基準。ああ、その人の体調をこう考えてとか。やべえなお前、女子か、意識高い系女子かみたいな。そういうこと。まあまあそんな感じかもしれない。まあでもそれって実は自分の価値、はい、相手の体調を興味を持って思いやれるっていう価値でしょ、うん、だよね、はい、っていうことだから、そこに価値があるっていうことを、じゃあ例えば自分が関係性を作りたいお金持ちに明確にきっちり訴求できるかどうか。で例えばじゃあビジネスの世界でもそうなんだよ、はい、俺なんかはさ、もう、ね、20年事業やって、はい、な資産の保有設計からさ、その中長期的にね、いわゆる不動産のね、いわゆる購入とかさ、売却とかさ、はい、やってくるんだけど、これってさ、ここに関してはもともとだって長年やってるからスペシャリストでしょ、はい、でこれは人ができないことをやってきたから、それだけの、まあ、大きな規模の財を築くわけじゃん。で例えばそれを俺は教えるってことも価値、すなわち全く一緒なんだよ。これって自分が経験してきたこと、自分が実践してきたことっていうことを今教えるっていうことをやってるってことは、その話を学びたいとかさ、はい、その話を聞きたい、小林さんだったらこのタイミングどういう判断をするのかっていうことを聞きたい、これじゃあ価値じゃん、一緒でしょ、はい、だから関わりたい人、関わっていきたい、まあ、これからね関わっていきたい人、その今想定しているお金持ちに対してホイミン君の価値は今自分ができることだったりするだろう。 それでいいんですね。そういうことで、それが大きな価値なの。それはこのチャンネルを見ていただいて皆さん全員違うはずだからさ、うん、でしょ。ことホイミン君だったら今食事作ったり、相手が単に作るんじゃない、相手の体調だとか相手の趣味思考を鑑みながら作れるんだよね。はい、やばいですよね。簡単に言うと。で、何タクシー止められるの。タクシー止めます。単に止めるわけじゃないじゃん。はい、で自分で乗らないでしょ。乗らないです。自分のお金では乗らないでしょ。乗らないです。だよね。ってことは目上の人にそういう状況で、まあ、お付きで行って状況を見て次のアクションを読んで行動ができるわけだ。これ君の価値です。なんか僕にも価値が、なんかこう僕の価値っていうのを教えていただいたんですけど、うん、例えばそれ、まあ、今言語化したよ、言語化していただいて、うんうんうん、はい、なんかこう他にも僕に何かできることあるんじゃないかなと思いまして、いろいろ探してみたんですけど、うん、例えばそれを出しすぎるとなんかこう、うん、うざったいっていうか押し売りみたいな感じになっちゃいません、うん、いい質問。ここにさっきの貢献の精神とか時間を割いていただいた感謝の精神とか、もっと言うと共通言語というものが実は絡んでくるんだけど、要は受ける側はちゃんとね、人だからバカじゃないから分かるんだよ、うん、ホイミン君が貢献したいって思ってるところが分かるの、その押しすぎたということは。例えば俺だったとしようよ、そのお金持ちがね、うん、で仮にホイミン君がとにかくいわゆる海外しくさ、一生懸命俺に例えばなタクシー求めるね、お酒も継ぐ、例えばね次のまあ俺タバコ吸わないけどライターとかさ、分からんけどっていうことやったら、こいつ気合入ってんじゃんってなるわけですよ。なんでお前そんな頑張ってんのってなるわけ、はい、いや簡単です、僕なんとかお近づきになりたいんで、これ分かりやすいよね、はい、あなるほど、お前お近づきになりてえのかってなるじゃん、はい、っていうことが大事だから、ここに関しては全く問題ない、ね、もっと言うとホイミン君が関係を作りたい方がいたとしよう、はい、ね、さっきのお金持ち、この方っていうのはホイミン君が関係性作りたいと思ったら、その他大勢みんな関係性作りたいんだ。それぐらい魅力のある人で力がある人なの、うん、でしょ、はい、ってことはホイミン君みたいに場を呼んでタクシー止めるやつもいれば、
お金持ちが何か食べたいものとかを差し入れする人もいたりするわけだよ。はい。っていうことは同じだけやってたとってよ、差別化にならないじゃん。そうですね。ということはですね、はい、その熱意を持って自分自身の本気度合いを伝えるということは非常に極めて重要な要素になるってことよ。すなわちやりすぎなんてない、はあ、うざいよお前って言って突っ込まれるぐらいちょうどいいと思うよ。そうなんです、ね、そういうこと。なるほど、うん、それが、うん、自分とまた会いたいと思ってもらうっていうことになるんですか、うんうん、あのね、これ今俺がやったことっていうのは自分ができることを一生懸命情熱を持って伝えることによって相手に伝わるでしょ、認識されるだろって俺は話をしたね。これ認識されたってことは少なくともあの興味を持つことになるんだわ、うん、何お前面白いねってなるじゃん、はい、ですなわちあこいつ面白いな、じゃあまた会ってみたいなってなるわけ、うん、これあくまでホイミン君のケースで目上の方の話じゃん。じゃあ俺たちなんかじゃあ、まあ、同じように経営者の会とか行くとさ、いろんな方がいる、あの富士スピードウェイもヘリで来てヘリで帰っちゃうような人がいるわけよ。そういうような人たちでも一緒で、あまた会いたいなって思ってもらうためには俺ですらもやっぱりそういった方々と初めて会った中でさっきやってきた貢献とか共通言語感謝の気持ちで、その上で、ね、自分自身の価値って何があるか、でそれはやっぱり顔色見ながら話の具合見ながら自分ばっかりしゃべるんじゃないよ、お話を伺いながら何に興味があるか、でその中で先方が興味ある内容の共通言語を実装しながらそこで自分に価値が発揮できるようなところを見つけて、そこに対してあじゃあ今度私をご案内させてもらいますよとかさ、何かね、いやだから実はさ最近こういう湯豆腐にハマっててとか、例えば湯豆腐にハマってて、はい、あ湯豆腐なんですね、それってやっぱり健康志向なんですか、うん、あそうなんだよねって、さっぱりしたものがやっぱり好きになって、あそうなんですか、じゃあさっぱりしたものだったら例えば刺身が美味しいお店がここにあるんですけどとかさ、うんうん、でしょ、これ共通言語の中で自分ができることじゃん、はい、で例えばあの季節、この季節だけ例えばね鮎が刺身で食べれるんです、そういったものってお好きですかって、えそんなの食べれるの、じゃあ今度ご案内します、これ貢献じゃん、はい、例えばね、はい、そういうことができたらまた会いたいと思ってもらえるじゃん。確かそうやって関係性が始まってる、はい、全部つながってるんですね。そういうこと、だから1枚目の一番大事なところがベースにあって、そこから自分自身の価値で一番大事なのはまた会いたいと思ってもらうっていう、これもこれの繰り返しなんだよね。だからいろんな人と会うと、これは別に日常茶飯事なわけさ、はい、そうでしょ、はい、でその中でも自分自身が関係性を作りたいと思った人、何かしらの興味があるわけでしょ、はい、それはじゃあホイミ君がそのお金持ち、はい、でどうやってその人生の裁量権を手に入れたんですかとか聞きたいわけ。めちゃめちゃ聞きたいでしょ、はい、僕もそうなりたいんです、はい、それも関係性ができて初めて向こうから、ホイミ君さ何なんかあれ困ってることでもあんのなんて聞かれたら、いや実は丸々さん、僕丸々さんみたいに人生の裁量権を実現したいと思ってるんです、自分で全て、うん、それって具体的にまずどうやったらいいですかね、なるほどホイミン君これはねって言ったら、本当は有料級のアドバイスをただでもらえるわけじゃん、うんうん、っていうようにして人間関係を構築していくっていう話だ。なんかこのさっきおっしゃってたのって、うん、自分から行くことをお話ししてくださったと思うんですけど、うんうん、それってやっぱ自分から行かないといけないんですか、うん、あのね、これは基本的には今回のケーススタディとしてホイミン君のステージの上の方に対してのアクセスをしようとしてるでしょ、はい、これはもうミニマムだな、向こうから来てくれるわけない、だってその他大勢で見えてないんだよ、透明人間なんだ、そうでしょ、はい、あんた誰の世界、うんうん、簡単に言うと、いや、ホイミン君がお金持ちで人生の最良権全部持ってるやつだよ、はい、持ってない場合は自分から能動的にアクションを起こすと、そういうことなんですね。そういうこと、いや僕も自分からいけるようにちょっと頑張ってみようと思います。いいね、とはいえなんですけど、とはいえなの、そうなんです、うん、全然お金持ってなくて、そうなんだ、お金も使いたくないんですよ、できれば、はい、なるほど、なんですけどさっきあのこう何かしようとするときってやっぱお金かかってくると思うんですよ、ね、うん、まあ当たり前だよね、はい、そういう上手なお金の使い方とかってあったりしませんか、うん、じゃあねお金の使い方について解説していこうか、はい、これも非常に大事な話です。あのね、上手なお金の使い方もう基本ね、はい、この4つです。お、この4つですか、もうこの4つに尽きる。ほう、で、このホイミン君お金使いたくないって言ったけど、はい、お金ってさ、天下の回り物なんだよ、貯めといたとてあれただの紙なのね、ほう、で、使わないとあれ価値発揮しないんだよ、うん、使
使わないと飽きちゃうんだよ、うん、でそのためには実はこの上手なお金の使い方すごい大事な概念があって、まあ、簡単に言うとこの4つだな、はい、自分自身が興味を持った人生をさ自由に生きてる人と関係性を作りたい、うん、でまず必要なのは、ね、貢献の精神だと、はい、でさらにその人が今最も興味があるであろうトピックの共通言語だと、でさらには感謝の精神ねっていうものをベースに持ってアクセスをしていくんだけど、当然そこにお金かかるわけじゃん。でそこで結論から言うとこの一つ目、生き金を使うってこと。生き金って何ですか？お金ってだって生きてないじゃないですか。あーって思うじゃん、はい、これお金使い方2つあって、はい、生き金と死に金ってあるんだわ。ほう、相手に対してお金を使った結果相手が喜んでくれたりとか、うん、さっきのまた会いたいって思ってくれる、これ生き金の使い方。ほう、だけど仮にこれを使ったときは何ら感謝されない、何のインパクトもない、それ死に金なんだ。次につながるっていうのが生き金ってことですか、うん、だからやっぱり感謝されることだよね、その人のために使ったお金が感謝されるってことだからさ、これが生き金の使うっていうこと。俺の場合だったらさ、じゃあ例えば俺の接待が結構あるわけ、はい、俺が知らない領域のことを教えてもらったりする社長さんがたくさんいるわけ。例えばさ、美味しい食事っていうのが興味があったりするでしょ。でそこに俺がアレンジをすることによってありがとうって言ってまた会いたいって思うじゃん。もう細かいとこだよ、あのタクシー代に関しても、まあ、乗ったら必ずあの Go でペイできるでしょ今、はい、あのも取り合いだよみんな、例えば経営者でさ食事行くじゃん、はい、で2軒目移動するじゃん、その時タクシーで例えば4人乗るとするでしょ、これ Go ペイ取り合いなんだよ。取り合いだから、あ俺の腹うわやられたみたいな、とかちょっとなんか違う話しながらさってってやろうと思ったらピッてもうスムーズに知らないうちに払ってで止まるじゃん、はい、ごめんなさいいくらでした、あ大丈夫ですっていうのが、はい、これが生きがいなんですから、絶対みんな分かってるから、あ要はなんだかんだ言ってつどつどあのねタクシー代ちょっと出してもらってるんでって次僕が出しますって絶対なるんで、そういう気遣いができる人っていう認定になる、うんうんうん、そういう気遣いができる人、はい、うん、だから細かいお金が出さなくていいです、その自分のお金を使うことによって相手からこう気遣いができるやつって、そうそうそう、それ生き金だよね、うんうん、だけど単純に何にも知らないところで、まあ当然支払うのもさいずれバレたりするんだけどな、ああの人が払ってくれたんだ、 あ、はい、ありがとうってなって後で来てくるんだけど、いずれにしても、はい、そういったような、まあ、人のために使うお金で人が要は感謝されるとか、うん、自分自身がそれを使うことによってそういうことが要は伝わるっていうことも考えたらそれはね全然安いんだ。例えばね、はい、その気遣いをしてくれる人って認定になるじゃん、うん、すなわち相手に貢献ができる人、うん、相手に感謝ができる人、はい、さっきの冒頭の1ページ目に全部つながってる、これがすなわち、はい、生き金ってやつ。でもそうしたらこうお金ってどんどんなくなっていきませんか？なるほど、いい質問だね。大事なのはこのメリハリをつける、ねうんはい、簡単に言うと何でもかんでも毎回お金出すわけじゃん、うんうん、だけどこれも要は仮にね毎回毎回ホイミン君にお金出させたらそれはただのジャイアンだと思うよ、はい、そういう人はちゃんとそれ いつも出してくれてありがとう、うん、例えばホイミン君そんなに収入ないでしょってあのここ僕が持つからさって絶対言うから、うん、その今ホイミン君が関わりを持ちたいお金持ちだね、うん、だけど逆にそうじゃない人だったらその人は本物じゃない可能性がある。だからこのメリハリをつけるってすごい大事、はい、上がるで使う時にドンと使うべきだし、はいね、逆に、まあ、使わない時は使わなかったりとか、うん、だから毎回毎回やるっていうものではないと、これは2つ、はい、生き金が大事っていうことで、はいうん、メリハリをつけるっていうことまで分かったんですけども、うん、一番大事な時にお金を使うみたいなそういう時は僕はあんまり分からなくて、うんうんはい、なるほど。これね実はこのタイミングが重要って話になってくるんだけど、これさわざとらしく金使うのは良くないわけよ、うん、わざとらしいってなっちゃうから、はい、むしろ、はい、だから要はどういうタイミングかってこのタイミングが重要なんだ、うん、で例えば俺なんかだと、まあ、新しいチームが創生されて、はい、一緒に仕事やる、うん、そういう時にじゃあ一回キックオフやりましょうか、うん、みんなで飯を食うでしょう、はい、で当然飯なんか俺が持つわけや、でさらにみんな集まってきたメンバーっていろんなとこから忙しい中集まってくれてありがとう、うん、俺の仕事のためにで遅くまでこんな時間までありがとうって言ってタクシー代を全員に1万ずつ払うとかさ、これもタイミング、そういうタイミングじゃないとおかしい。だけど普段じゃあ撮影とかさ、まあ、みんなあんのよ、はいまあ、プレスチームとかいるからさ、だけどその時じゃあ毎回何か交通費払うわけじゃない、うん、食事もおごるわけじゃない、うん、だろ。だからこのまずは何かするきっかけ
ここは一発みんなで、要は意思疎通を共通認識しときましょうかっていうようなキックオフが一つと、あとは何かの一つを、やり遂げた、お疲れさん会、お礼の会、この2つのタイミングが実はめちゃくちゃチャンスなんだ。そういう時ってされてめちゃめちゃ嬉しいと思いますね。そうなんだよ。だからどういうことかっていうと、はい、これは冒頭で龍先生がちょっと話してたけどさ、人間って一番嬉しいことだけ覚えてるでしょ。確かに。すなわち、はい、これって一番スタートだってみんなさ集まった時ってやりにくいわけ仕事、うんうん、当然俺もそうなわけなんだけど、一緒に食事をして酒を酌み交わし、まあ、できればみんなが行ったことがない、みんなが食べたこともないものを食べて、で2軒目をみんなが行ったことがないところに行って、でさらに帰りのタクシー代の気遣いまでしてあげたら、当然さみんな他とたくさん仕事してるけどそんなことしてくれる人がいないってなるじゃん、はい、ってなると彼らの中での認識が変わるわけ俺だけ、はい、でしょ、はい、だったら結局仕事ってみんな労働集約だから、ひと手間かけるかどうかなんだよ。だったらまあ小林さんのためだったらちょっともう一手間かけていいもの作るかってみんななる。これがまさに生きがいを使うことであり、はい、メリハリをつけることであり、はい、この今のいわゆるお疲れさん会のタイミング、はい、これがめちゃくちゃ大事になってくる。だからそこで仮によ、はい、俺なんか本当に多い時なんてさもう6人ないんだったら一晩100万ぐらい使う時あるのだけど全然いい。それで仕事しやすくなったら全然いい、うんうん、だって仕事しやすくないといいもんできないじゃん。はい、でしょ、はい、だからそこでじゃあ結構な人集めてさめちゃくちゃ人権費与えてやるんだったらやっぱり意思の疎通がしやすい方がいいから、これはねもうめちゃくちゃ大事だから、最初チームを創生したりね、なんか新しく始めるときに関わるメンバーを一回キックオフも書いてやる、はい、あとは何か一つタイミングタイミングで、要は一つの仕事をやり終えた時のお疲れさんの会をやる、お礼の会をやる、この2つのタイミングっていうのはめちゃくちゃ効果が高い、すなわち生き方の使うことになる。タイミングめちゃめちゃ重要、めちゃ大事。すごいタイミングのこと分かったんですけど、うん、こう例えばお礼のために使ったとして、うん、でもその時になんかあんまり人からこう、うん、なんかこういい質問だね、はい、うん、関与されなかったりこう、うん、いいと思われなかったというところってありませんでしたか、うんうん、OK、それ一番大事で、はい、これもめちゃくちゃ大事なことなんだけど、相手が望むものっていうものを用意してあげるってすごい大事なの。相手が望むもの、そう、じゃあ例えばこれね、相手の希望を考えて書いてあるんだけど、例えばじゃあ俺のケースでいくと、さっきの YouTube のチームとかプレスチームとかさ、全然ね会ったこともないようなやつが来るわけだ。で何回かズームをして非常に仕事がやりづらかったの、簡単に言うとね、ズームで、はい、でじゃあ一回キックオフやろうかって言って集めた。だけど少なくとも初めて会う時にその人の名前だけじゃなくて年齢とか過去のキャリアとかさ、どういう仕事やってきてどういう会社今こういう仕事してるかっていうのを全員聞くことによって、年齢とかさ年収とかさ聞いたら過去を生息しているわけが分かるわけ簡単に言うと、はい、少なくともみんなちゃんとした会社働いて普通に、はい、まあ、ご家族持ってらっしゃるとかってなったらさ、じゃあそういったような人たちが行けないところを設定してあげたら喜ぶじゃん。はい、確かに。だけどね、そういった人がいつでも行けるところ、例えば鳥貴族とかさ行ったら、別にそれって特殊な経験にならないんで、すなわち特別扱いな経験にならないじゃん。だからこれは必ずこのタイミングを測る、要はメンバーに対して彼らのいわゆるプロファイルではなかったんやと、どういうような仕事をしてきてどういう社会経験してきて今どういう環境なのかによって彼らが喜ぶであろうところ、すなわち希望するところだよ。ああ来てよかった、また会いたいと思ってもらえるところを準備してあげるっていうのが生きがいなんですか。そういうことなんですね。例えばなんですけど、うん、僕全然お金持ってなくて、うん、あんまり余裕もないっていう僕なんですけど、うん、なんか目上の方と何かどっか行ったとして、うん、喉が渇いてそうだなと思った時に、うん、水を差し出してあげる、うん、こういうことを相手の人も考える、うん、そうそう、めちゃくちゃ大事で、今さ、はい、そのじゃあお水は買わなきゃいけないわけじゃん、はい、だけどいつもお世話になってる人に100円くださいじゃなくて、もう黙って自分のポケットマネーで出すんだよ。これ生きがいを使うんだよ必ず、はい、出すよって絶対言う。いや、いつもご馳走になってる、大丈夫です、うん、これ悪いなって、じゃあ今度またちゃんとお返ししてあげなきゃってその迷惑の人になるから、はい、絶対。これすなわち、あ、
ちゃんとそういうことが分かるやつなんだな、認定ならわけ、うんうん、ちゃんと自分がやってることが聞いてるんだこいつは、だから大丈夫ですよ、いつもご馳走になってますんでっていうことで、あ、ちゃんとご馳走になってるっていうことが認識されるじゃん。はい、すなわちこれはホイミン君からしたら生き金になってるし、はい、逆にそれを要はいろんなことやってくれた名前の方も生き金になっていると確認できるんだ。小林さん、わかりました、うん、わかった。はい、僕も生き金使いたいっす。いいじゃん、スイッチ入ったね。入りましたよ。ああ、こう小林さん、先ほどあの、お食事にお誘いするっておっしゃってたじゃないですか、うん、まあ、タイミングを見てね、はい、うん、会食っていうのは大事だって話をした。はい、はい、なんかどういうところに行ったらいいんですか。なるほど、会食でどこに行くかってことが知りたいだよな。はい、 OK、 分かった、次行こう。じゃあ会食完全攻略だね。ホイミン君さ、はい、さっきあの俺会食大事だって言ったじゃん、はい、でどこ連れてったらいいか分かんないって言ったじゃん、はい、じゃあそもそもこの会食ってさ必要だと思う。あの、ぶっちゃけ言ってもいいですか、うん、なんか会食って何やるんだろうとかって思ったりするところもありまして、まあ、会って食べるんだけどね。そうですね別に会食じゃなくてもよくないとかって思ったりして。 OK、 いい質問だね、はい、これね、会食と普通の食事って全然違うんだわ。違うんですか。全く違うのよ。あのね、会食っていうのは会って食事するから、これは食事をすることだけが目的ではない。食事を通じてコミュニケーションを図り、お互いを知り図ること、食事をするじゃないんだ。食べることが目的じゃないですね。違う、会食を持ちたい人と自分とが一緒にこの共有をする時間の中で、食事を通じてお互い図り知ることが会食なんだ。お互い計り知るために会食するってことが前提なの。じゃあ根本が僕の考えが間違えてる。飯食うだけじゃない。飯食う、美味しいご飯一緒に食べる。ちょっとじゃあ行くか、腹減ったからって言うんじゃないんだ。じゃないんです。そう、この会食ってのめちゃくちゃ大事で、これ例えばさ、今度会食セッティングさせてくださいっていう表現と、今度食事行きましょう、お腹減ったんでご飯行きませんかっていう話があるわけよ。これ全部やることしたんだけど、実はだけどこれ今度ぜひ会食をセッティングしてくださいっていうことは、少なくとも襟を正して事前に準備をしてその時間に向き合うってことが前提になる。今度改めてその関係性を作りたい方に対して事前に準備をさせていただいて、襟正して、あの、お時間割いていただいた代わりに私もちゃんと向き合わさせていただきます、よろしくお願いいたしますっていうのは会食なの、うん、OK、はい、っていうのと、ちょっとお腹減ったからご飯に行こうっていうのとは違う。なるほど。なので、はい、これは非常に大事な話で、はい、さっきのさ、あのキックオンの話もそうなんだけど、はい、単純に飯食うだけだったらそれで終わりなんで、なんだけど俺のさっき言ったケースね、キックオフをするみんなで、あの、まだ仕事してない、これから仕事をするメンバーで、これの狙い目的っていうのは仕事をしやすくするためにやる会食でしょ、はい、すなわち狙い目的があるわけだ。でそこにはさっきの相手に対して時間を割いてくれた感謝であるとか、はい、相手がどのようなものを求めるかっていうような、相手が要はそもそも生活圏にないような体験価値である、例えばね、はい、相手が食べたことないような美味しいものであるとかさ、これ貢献の精神じゃん、最初にあった、はい、簡単に言うとね、っていうようなとこも含めて、このそもそも会食っていうものが大事になってくるっていう話になる。なるほど、うん、あとはやっぱり一番大事なのはさ、はい、人間だから動物じゃん我々、はい、だからやっぱり食事をするっていう行為って不可欠なわけよ。同じものを食べ、その時間を共有し会話を楽しむことっていうのが非常に大事な行為なのね、動物として。でその動物として要は生きていくために必要な行為を一緒に共にして、ね、相手に興味を持ち、今日時間を割いてくれたことに感謝し、相手が喜ぶであろうことを準備するという全てが詰まっているのが会食なんだ。すごい大事なんですね。めちゃくちゃ大事超絶大事だよ。だってさ、1日何食食べる、ホイミン。僕10食食べますね。お前10食かよ。10食、はい。あのね、一般的に3食もしくは2食、俺なんか2食なんだけど、はい、1食って人もいるじゃん、はい、ってことはそんなに何回も食べないわけでしょ、うん、そのうちの貴重な1回をその方と一緒にするわけだ、はい、その貴重な1回をお時間割いていただくわけだから、当然こっちもさ気合入れてどんなものが好きか、うん、好きって言われたとこで食べたことはなさそうなとこ連れてく、これねミニマムです。これが会食ね、簡単に言うと。
だからそもそも会食は必要か必要かでなかないかっていうと、人間関係を作る上でこの会食がめちゃくちゃ重要になります。めちゃくちゃ重要。会食の大事さってめちゃめちゃ分かった。うん、小林さんが過去に会食でこう、うん、めちゃめちゃ効果があったことがありますか？あー、いい質問だね。オッケー。もうね、分かりやすく言うと、俺なんかさ、基本的に不動産の通じた資産形成アドバイスだよ。不動産投資って言われるね。これも俺事業経営だってアドしてんだけど、その中でビジネスをスケールする上でさ、融資って大事になってくるんだよ。あ、はい。すなわち金融機関との関係性構築が大事になってくる。今日のお題目だよね。金融機関との関係性構築の中でこれがめちゃくちゃ大事になってくる。金融機関でもこれが大事なの？はい。もうびっくりだろ。これも俺それに気づくまでに15年くらいかかって、もう最近はもう支店長、課長、担当含め、定期的に食事に行く。厳密に言うと俺来週も、先方の銀行が5人です対うちの会社3人で、いやもう支店長、はい、新しい支店長、はい、課長も融資課長と外食課長と担当で、俺、はい、うちの秘書、はい、外回りのまあ一緒についてくれてる担当で8人の会。でもこれってすごいことで、通常金融機関ってさ、癒着を心配されてユーザーと食事に行くってことは基本あんまりないんだ。癒着だから。支店長がいいっつったら何でもやんだよ。でってことは支店長がダメっつったらもうそれもう秒でダメ。でってことはどういうことだ、支店長と面識があって、支店長も今日言ったことですよ。簡単に言うと、支店長は何に興味がある、どんなものが好きっていうことを全て今今日解説してきたことをこの銀行との会食で全てやる。そうすることで極論俺の会社金融機関と融資相談グループがグループラインだから、普通不動産ってさ融資つけるのが肝なわけよ。普通まあ最低でも3週間、まあ1ヶ月ぐらいかかるの。3営業日で融資判断って。マジですか？マジだって俺、だって不動産30億なの、14億不動産なのね。14億で絶対売れる、それこそ目黒とか世田谷に持ってるんだけど、はい、うち14億で全部借りてるから最初で、どんどん返済が進んでいくんだよ。返済が進んでまた借りて、返済が進んで借りてって言って事業をスケールしていくんだ。30億資産あって18億純資産だけど、従業員誰一人雇ってないからね。これは実はやっぱりこのレバレッジっていうような、あの先進国の金融の魔法みたいなものがあって、でしかも元本毀損しない、いわゆる価値が減らないものに金融機関からきっちりお金を引くっていうことができてるから、誰一人雇わずにそれだけの財が築けるんだけど、その関係性構築の根幹が、はい、いやーもう、はい、なんか超絶重要っすね。超絶、だから言ってんじゃん、今日の話全部重要。これね、持って帰った方がいいよ、はい超絶重要な会食だってことは分かったんですけど、うんうん、あのすみません、何回も言うようで申し訳ないですけど、うん、お金ないんですよね、うん、知ってるなんかそのなんかどれくらいお金使ったらいいのかなっていう、うん、OK、 いい質問だね、はい、これはね、実はこのホイミン君がこれ今回セッティングをする会食の相手によると思った方がいいな。相手による、ね、相手によるね。これがじゃあホイミン君と同年代で、例えばあのいわゆる事業もこれからのスタートアップのメンバーだけど、そのノウハウを例えば少しでも片鱗を伺えたらありがたいと、何かのビジネスよねっていうような人とセッティングする会食なのか、さっきの全ての人生の裁量権を自らで掌握している成功者と会食をするのかで違う。前者でいこう、はい、同年代でスタートアップでこれから一緒にやっていきたいっていうような人だったらカジュアルな店でいいよ、うん、極論立ち飲みでもいい、極論、うん、それが思い出になるから。ほう、だけど、はい、目上の人でそれなりの方々だったら、はい、立ち飲みでは怒られるよね。確かに、こいつのために時間使ってアホらしいってなる、うん、だけどお金かけられてるじゃん、はあ、ってことはそういったようなお好きなものとかさ、嫌いなものとかをヒアリングをして、ここで例えばホイミン君でもなんとか払えるコスパのいい店にお連れする、隠れ家的なところが最高。なるほど、うん、なんかこう
相手が、うん、この相手が望むもので、うん、自分が提供できるこういいラインを探すってこと。そういうこと。だってさ、それ無理じゃん。じゃあ、はい、俺らさ、まあ行くお店で一食一人16万5000円みたいなさ店があるわけよ。できないじゃん。あの、はい、給料がなくなります、ね。OL の月収ぐらい。はい。っていうところもあれば、え、このコスパ、え、マジ安いみたいなところもあるわけ。うん、で、得てしてそういうステージが高い人って同じだから、いろんなカードを保有するのが必要だって分かってる。すなわちどういうことかっていうと、その人が絶対知らないであろう使える店なんかっていうのを連れてけたら、君は非常に貢献できてると思う。これもホイミン君が、はい、要は自分のお金で取材行為なんだよ、外食をするってこと。いつかどこかのタイミングでどなたかに会食をセッティングしなきゃいけないケースがあるとしよう、はい、その時にホイミン君が自分の未然を切っていろんな美味しいところを探すことが生き金になるんだ、うんうん、全て生き金になる。なるほど、小林さん、うん、めっちゃいいっすね、うん、あのでもなんですけど、うん、僕あのもうお店知らないです。隠れ家知らないんですよ。隠れ家、はい、うん、これに関してはホイミン君、はい、仮にすでに会食をセッティングしたい方がいるんであれば、これはもう少なくとも今から調べるべきだし、だって1日3食じゃない、10食食うんだっけ、10食食いますのうち別にさ、10食かける30日あったらさ、何食食うの、300食食うわけでしょ、はい、300食のうち1食でもいい、2食でもいい、月1回でもいいよ。これは自己研鑽として、そういう時のために食べログとかさ、そういったようなことにアンテナを張って、そこは一食でもいいから経験をしておくべきだ。その積み重ねが最終的に君の魅力となり貢献になるから。でもなんですけど、うん、小林さんのおすすめのお店が知りたいっす、うん、高いけどいい冗談、はい、OK、 あのね、実は今日この動画を見ていただいた皆さんのために、この不動産兄貴が過去培ってきた、爆発的に金かけて調査してきた使える飲食店10選リストとしてご用意してますんで、ぜひチェックしてみてください。そんなリストいただけるんですか、うん、やばいよ、めちゃくちゃ金かかってるから、はい、めちゃくちゃ金かかって、はい、まあ、調査してきた、答えあげちゃう。え、僕が欲しいっす。じゃあお前あの請求したらいいんじゃない。分かりました、はい。ちなみになんですけど、うん、会食とかこう、まあ、接待になるんですかね、うん、そういうのをイメージするときもキャバクラとかよく使われるんじゃないかなと思ってますけど。あー、なるほど。ホイミン君キャバクラ行ったことある？キャバクラ大好きです。あ、そう、意外。え、どこのキャバクラがいいの？キャバクラはやっぱり歌舞伎町のキャバクラです。まあそういうことか。はい、歌舞伎町以外はどこ？新橋とか好きですね。なるほど、大衆店寄りだね。そうですね。なるほど、分かった。で、実際のどうなの、キャバクラ行ってみて。好きって言ったけど、僕めちゃめちゃ楽しいですけど。何がどう楽しかった？いや、あの女の子と話せるのってやっぱ楽しいじゃないですか。なるほど。あのね、実は今日の関係性構築の中の一つのカードなんだ、うん、簡単に言うと、はい、で関係性構築なんだけど、会食が大事って話したでしょ、はい、でこの会食ってさ、基本的にまあせいぜい2時間半から3時間なんだ、うん、分かりやすく言うと、はい、ってことはじゃあ例えば5時半もしくは6時半から始まったら大体9時半じゃん。でそこで普通9時半でじゃあねって帰っちゃう、実はすげえもったいない。え、そうなんですか？めちゃくちゃもったいない。だってわざわざさ、はい、予定開けてくれてるわけだろ、ホイミン君のために、はい、であればその方がもしご都合がよろしければ、このあと2軒目いかがですかって聞いてみて、あ、いいですよって言われたら、え、どんな店ありますって言って、その中で相手がいや、どんな店あるんですかとかさ、じゃあ女の子の店行きますとかさ、うん、女系細だったら非常に有効なカードになる、うん、だけど別にいや、キャバクラなんてっていう人はさ、はい、連れてってはいけないから、はい、さっきの相手が何を望むかってところになるんだけど、まあこれはね、飲食店にまつわるカードを持っとけっていうのは全く一緒で、この会食のために少なくとも相手はホイミン君のために貴重な時間を使ってくれたわけ、作ってくれた、はい、そこの感謝に基づいて、その感謝に基づいて次のお店ももしあれでしたら、あのぜひご案内させてくださいって言えるようなカードを事務所がね、そこでさっきの相手が何を望んでいるのか、はい、で例えば女性を望む、女っ気を望む、女の子を喋りたいというような方であれば、あのいい店ありますんでって
で、連れてってあげればいいし、逆に、いや、雰囲気的に、まあ、お酒の好きな方だったら、じゃあ、すごいもう映えるバーがあるんでとかさ、今度どなたか連れていくときに非常に使える値段で行きませんかとかさ、この会食だけで終わるのもったいない、この2軒目、場合によっては3軒目、もっと言うと朝まで一緒にいたらもう君の勝ちだよ、この1日の時間とお金は引き金だった。で、結果的にこれで例えば朝まで飲んだとしようよ、はい、で、じゃあこれが5年経って10年経って関係がついてたら、あん時朝まで飲みましたねってなる、この思い出話が非常に重要なんだ。これができる人を何人作ればいい。確かに朝まで飲むってなかなかないでしょ。ないですね。いや、だから、はい、朝まで飲む人たちっていうのは、はい、少なくとも俺といて嫌だと思ってない。普通途中で帰れるから、うん、どうする、もう一回行きましょうって言ったら、少なくとも俺といて楽しいってことなんだ、うん、はい、だけど、まあ、じゃあそろそろって言ったら、あ、今日の接待は失敗だったみたいな、逆にちょっと待って、あんまりあれから楽しいコースじゃなかったなって。でこの PDCA が回るんだけどさ、うん、今日のね、相手に対しての貢献の精神とかさ、感謝とかさ、まあ、共通言語の中で、じゃあ今の話、共通言語が女性なのか、共通言語がお酒なのか、で、場合によってはね、女性も一緒にね、何人か複数でケースなんかだと、当然キャバクラじゃなくて、例えばショーパブとかモノマネとか、うん、マジックバーもある、はい、っていうようなところも含めて、この1軒目、2軒目、3軒目、4軒目、最悪朝まで、もっと言うと昼キャバまでみたいな例えばぐらいまでアテンドができたら、どんな状況でも対話できる。キャバクラがいい悪いとかじゃなくて、2軒目3軒目、その人と長くいるために、いる長くいるって考えた時に、その人がどうやったら楽しんでくれるかっていうことが重要なんですね。そういうこと。そう、ね、基本的に人間の関係性って非常に重要なんだけど、訪問件数×滞在時間イコール関係性なんだよ。すなわち訪問件数、ただ俺なんか営業ね、ずっとやってたね、はい、長年ゼロックスでさ、俺社長賞13回取ってんの、5万回、5万人いる会社ね、そこで賞を取った根幹って何かっていうと、例えばじゃあ新人とベテランの違い何かっていうと、はい、新人ってさ、こんにちはって言ってもお客さん時間作ってくんないんだよ、つまり訪問件数たくさん稼ぐしかない、1回15分、10回150分だろ、はい、でベテランっていうのは1回たぶん60分とかやるわけよ、あんまり行かなくていい、イコール関係性だから、っていうことと同じで、じゃあ今回このさ、会食、いや一緒にお腹が減ったから飯食いに行く人じゃなくて、ホイミン君がこの方とお近づきになりたいので、ぜひ私に会食セッティングさせてください、ぜひ今度お礼をさせてください、はい、っていうのが会食でしょ、はい、でこの中でこの方のじゃあ1軒目終わってね、事前に趣味嗜好を聞いて、ね、相手に対してのまあおもてなしだよ、ご艦隊の世界な、それをすることで、じゃあ2軒目どうしますか、で簡単に言うとそこの選択肢の一つがキャバクラなだけな、だから別にキャバクラじゃあ2軒目絶対キャバクラなわけじゃない、それはね、割と遊び慣れてねえやつ、簡単に言うと遊び慣れてたらキャバクラ飽きるから、簡単に言うとね、今のショーパブかモノマネかマジックバーかニューハーフかもしれない、いろいろあるじゃん、はい、バーかもしれない、はい、でバーもいろいろある、いわゆるしっぽり飲みたい隠れ家系か割と映えるお店なのか、でしょ、はい、もっと言うとキャバクラだって全国トップクラスに集まってくるさ、はい、セット料金2万円タックス 50% みたいなさ、でも座った瞬間4万1人16万オールなみたいな店なのか、本人君が好きな大衆店か、はい、でしょ、はい、それも要は何を狙ってるかって変わるわけだ、要は成層圏の戦いって俺たち呼んでんだけど、そういうもういわゆるトップのさ、日本の中でもトップの女性と飲んでみたい、もしくは日本の首都東京でその頂点で全国各地から美人が集まってくる店っていうのはどんなものだ、金に止めはつけんという人を連れてくのか、いやちょっとさ、あんまり嫌いなの俺得意じゃないんだよ、ブサイクぐらいはちょうどいいってホイミン君が言った、俺じゃないっていう場合とかな、はい、ってなると、あ、じゃあ新橋の大衆店参りましょうみたいなね、戦場を変えるわけだ。ご年配の方なんかだとさすがにキャバクラ六本木はきついんでクラブ行きましょう、例えば、ね、戦場を変えるわけ、これも全部この次のカード、はい、分岐していく、だからありとあらゆる選択肢を用意すること自体が、はい、この関係性を作るっていうことが非常に大事になっていく。なるほど。で結果的に、はい、今の話訪問件数が滞在時間めちゃ長いじゃん、うん、い
やー飲みましたねーだよ朝まで行ってこんな時間に焼肉食うなんてって4軒ぐらい前焼肉食べましたよねみたいなじゃあそろそろ久しぶりに焼肉行きますかみたいな5時半から焼肉食ったやんみたいなねそんな話でさ盛り上がるわけ、はい、ゲラゲラゲラ、うんうん、っていうことなるほど分かりました、うんさっき回数かける滞在時間っておっしゃってね訪問件数かける滞在時間イコールはいイコール関係性その通りそしたら僕やっぱり1回だけじゃなくて2回目3回目とかもお付き合いしたいなと思うんですけれども、うん、なんか僕これどうやったらいいのかっていうのが分からないんですけど、うん、それをまとめていただいたりとかできませんか、うん、じゃあ次行ってみようこれねもう究極の結論なこれね、最後になるんだけど、はい、人と上手に付き合う方法、実はこの3つに尽きるんだよ。はい。これまず1つ目。はい。人は鏡です。いや、人は人っすよ。どういうことかっていうと、はい、自分自身が相手に対して愛情を持てば、はい、相手も俺のこと好きになる。相手を憎んだら必ず相手も憎むし、うんうん、相手に礼節を持てば相手も礼節を持ってくれる。すなわちこれ人は鏡なんだ。なるほど。これはもうね、ミニマムで絶対に理解しておくべきこと一つ目。自分が思ってることしたことは相手もそう思うし、するってことそう、相手に興味を持つんだよ。すると向こうも興味持つから。相手にまず貢献する、向こうが貢献してくれる、うんうん、相手に感謝を述べる、向こうが感謝する。すなわち人は鏡。もう一個はね、結果にコミットするってこと。結果にコミットですか、うん、ライズアップじゃないんだけど、はい、これ例えばさ、今回でもさ憧れた方と会食までこぎつけてるわけじゃん、はい、このストーリーとして、はい、でその時にじゃあホイミン君が今の話で、はい、僕にできることはこれができますっていうことがうまく伝えられたとしようよ。僕タクシー止めてね、ナイナイさんのために体調を考えながら料理作れますと、はい、添加物入ってませんと、うん、コンビニの飯は食べちゃいけないって言えばいい。そうです。あ、本当、じゃあやってみてよってなったとしたら、はい、これです。結果にコミットする。確実に。俺のケースだったら、じゃあ新しいチーム組成した、うんうん、ね、プレスチームがいて、YouTube のチームがいて、うんうん、X のチームがいると、キックオフすると、じゃあ一緒に遊ぶじゃん、朝までさ、うんね、じゃあ少なくともその時にみんな、いや楽しかった、1から10まで全部やってもらって嬉しい、じゃあ小林さんのために一肌脱ごう、頑張ろう、なるじゃん。はい、その後でじゃあ今度俺があぐらかいてみんなが期待するパフォーマンスを出さなかった、すると少なくともその期待値は全て崩れ去るわけ、うん、だけど頑張ろうってなってるところに対して、じゃあ俺は演者として、ね、最高のパフォーマンスをしたりとか、制作班が考えるシナリオに対して圧倒的な情報の量と質で要は作り込むじゃん、はい、すると結果にコミットしてるから、やばーみたいな、小林さんやっぱちゃんとしてるわ、本物だわって、またさらにプラスのスパイラルになるんで、人は鏡っていう話ね。なるほど。だから絶対にこれ結果に込みと、目の前にあることを絶対に精一杯こなすことが大事なの。全部後についてくる、はい、今日の話とにかくもう結果に込みと、人は鏡で全部ついてくる、何もかもついてくる、うん、それが大事。そしたら僕も結果にコミットしまくってタクシー飛びまくります。今時 GO あるからね、アプリで呼べるから。で最後に、はい、これも一番大事、これね、感謝と感動の連鎖っていうことが一番大事。どういうことで、うん、いいこと、はい、今日さ冒頭であったさ、貢献の精神とかさ、はい、共通言語とかさ、その感謝って話一番最初に出たんじゃん、はい、でその流れの中でこれ人と関係性作るのにめちゃくちゃ大事なんだけど、それずっと今日さ解説してきて、この最後結論的に言うとね、人と上手に付き合う方法ってさ、人や鏡で結果に込むと、最後に感謝と感動の連鎖ってあるんだけど、これ実はさ、今回ホイミン君が時間を作っていただいたその人生の全てを得られてるお金持ちの方いるじゃん、はい、その方にまず今日はお時間を割いていただきありがとうございます、これ感謝じゃん、はい、でその時にちゃんとホイミン君は、いや今日は非常に勉強になりましたと、で僕は何々さんみたいな自分の人生を自分の選択のもとに生きるってことに僕は憧れてましたし、今日何々さんのお話を伺って、そこについてのヒントをこれとこれとこれを僕は明確に気づくことができました、ありがとうございますって、これ感動されてるわけだ、うん、いや今日の会食は僕の人生の中で大きく変わる転機になりました、本当にありがとうございます、引き続き何卒よろしくお願いします、ぜひまた今度改めて、はい、今日おっしゃってた何々のお店、僕に
あのセッティングさせてくださいっていうことで感謝と感動すると、むしろ逆に向こうはいやいや本君ありがとう、いやこちらこそ楽しかったよと、人は鏡だからさ、そんなこと言って逆に僕も勉強になったと、そういう人って絶対言うよ、まあ久しぶりにそういうような若い子と一緒に食事をして逆に僕も勉強になったよ、今日セッティングしてきた とこは美味しかった、じゃあ今度また楽しみにしてるねって連載になる。なるほど、それが今の人は鏡で感謝と感動の連鎖がお互いパッシブポジティブパッシブポジティブになって最終的にこれ信頼関係の醸成につながるんで、これがこの人間関係構築の全てです。これが人間関係の肝になるんです。そう、だからだって誰でも分かる話だし特殊な話じゃないじゃん、はい、でしょ、みんな日本語も喋れる、はい、で相手のことも思いやれるでしょ、はい、だよね。で一番それが大事で、だからね、冒頭で劉先生がさ、はい、めっちゃ計算してって言ったけど計算いりません。すげえシンプル、全く計算ないでしょこれ。感謝ってことと、はい、人は鏡とかさ、うん、で人ってやっぱ感情の生き物だから、うんうんうん、ね、今日言った人間関係構築の基礎、それをすることでちゃんと人間関係ができて、ホイミン君はその方から特別扱いされた、すでに時間を作ってもらってる時点でもう特別なんだもんということで、当初やってたじゃあホイミン君が特別扱いされる、結果ホイミン君のビジネスも特別扱いされる、そうでしょ、はい、関わる人みんなから大事にされる、はい、でそれにまた感謝し、人を鏡で関わってくれて大事にしてくれた人に感謝し大事にすることで感謝と感動連鎖がなる、それがみんなとの信頼関係が醸成されてより強固なものになって大きなビジネスになってくる、結果コミットを忘れずに。感謝と小林さん、うん、いや感謝と感動の連鎖すごいよく分かりました、うん、いろいろ感謝伝えたい人いるんですけど、うん、いやもうこの撮影にご協力いただいた小林さんにこんな遅くまで、とんでもない、もう、はい、朝が、あの夜が遅いのか朝が早いのかっていう時間なんですけど、今何時もうすごい時間になってますよね。まあまあまあ本当にありがとうございます。うん、とんでもない、今日もね、はい、俺も急に、撮影することやって勉強になりました。急でしたね。急すぎて、まあ、だけど別にね、はい、今日言ったことは本当特殊でも何でもなくて、ね、劉先生が、まあね、こうやって俺と接点を持つようになって感じていただいたことが多分そうやって人と関係性を作ることが得意だというふうに見ていただいて、プロっていうふうに言っていただいたんだけど、じゃあそこって何か特殊な計算があるわけではない、全くね、普通に相手に対して興味を持ったり相手に対して愛情を持ったり相手に対して当たり前のように時間を割いてくれてありがとうございますとか、うん、でもっと言うと相手のいいところを見つける言語化するってことができたら、はい、全部整います。はい、ということで、ね、今回はですねこのホイミン君のまさかの兄貴道場めっちゃビシバシ久しぶりに吠えました。吠えましたね、はい、吠えたというかちょっとホイミンもね、はい、まあ、羊と狼みたいになってましたけどでもちょっとやばかったですね、はい、面白かったですけど、はい、はい、ということで今回、まあ、ルールメイキングという話だったんですけども、まあ、ここで皆さんに、まあ、プレゼントがあります、ということなんですよね、うん、小林さんの方からね、はい、素敵なプレゼントだと、うん、まあ聞いてて分かったと思うんですけど、やっぱ小林さんね、まあ、いろんな、まあ、世の中のお店を知っていたりとかいろんな手法を知っているということで、今回ねこのマーケティング侍では珍しい2つの内容が書かれたプレゼントがあるんですね、うん、1つが、まあ、今回の内容のチェックポイント、ね、ルールメイキングをして皆さんがこの世の中のこの不条理ね、不合理的な世の中で自分が得をするという、まあ、そっちにシーソーゲームを持っていくというやり方、このチェックポイントがまず1つ目、そして2つ目がなんと小林さんがこっそり内緒で言っている超おすすめのベスト10をまとめたリストがあると、料理の、うん、料理の方ですね、料理の、OK、料理の料理が料理の方ですね、料理の方ですね、はい、料理の OK です、料理が今、はい、まああんまり知られてないけどここをチョイスしたら多分イチコロだぞ、うん、もうルールメイキング的に有利になるぞというですね、小林兄貴がピックアップしたこの料理のまとめると結構このチャンネルでは珍しいよね。ですね、初めてのパターンですねそうね、なんかこの料理リストをまさか配る日が来るとは思わなかったけどまあ多分でもそれピックアップしていけばすげえってなるでしょ、うん、間違いないです、はい、間違いない、そのお店間違いないです、
東京カレンダーとかに載ってない。絶対載ってないです。載ってない。そんな10日には載ってないよ。連れて行ったら誰しもが喜ぶお店10選ですね。なるほど、はい、それも一個のなんか番組になりそうだけどじゃあその誰しも喜ぶ雑誌にも載ってない幻の名店10店と、そして先にチェックリストをプレゼントします。こちら概要欄の方から LINE 登録をしていただければ、こちらね LINE 登録していただければですね、こんな感じで補足資料って形で出ますんで、よかったらですね LINE 登録して受け取ってください。でまたですね、今回、まあ、小林兄貴がこのチャンネルに来てくれたということで、小林さんの方のチャンネルもですね、よかったら皆さん見ていただければと思います。ということで、概要欄を見ていただければですね、不動産兄貴の非常識な投資額というですね、もう私のこのチャンネル名とうり二つのチャンネル、お金のことを勉強したければもうそれはね小林さんの兄貴のところ行けますよね。はい、それはぜひ概要欄の方には貼っておきますので、一緒にワンセットで見ていただければというふうに思います。というわけで今回はですね、こんな感じで終わりにしたいと思いますが、このチャンネルね、この動画がいいなと思った方はチャンネル登録と高評価、そしてシェアの方もよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。はい、龍先生、小林兄貴、今日もありがとうございました。はーい、ってことで、結構小林さんの哲学面白いですね。あー、ありがとうございます。はい、で、なんかプレゼント10選、うん、で、どんな店がお店、まだ見てないんですけど、うん、ぶっちゃけ言うともう予約困難店から、予約困難店じゃない店も含めて10選、はいはい、少なくともミシュラン星付きって世界で一番日本に集積してるんですよ。はいはいはい、もっと言うと東京に一番集積してるんですよ。なので、まあ、そこも含めてもう絶対に若いうちに無理してでも食事しに行くべきお店で、あと絶対に誰か大事な人、これはもう男性でも女性でも連れて行ったら絶対に喜ばれる間違いのない店をリストアップしてますんで。なるほど。ちなみにどういう目線でリストアップしてるんですか？まあ、いろんな形なんですけど、まずはやっぱりコストパフォーマンスの部分ですね、うん、っていうのはまず一つ目。あとはやっぱり総合的に見てグルメと呼ばれる人が評価されている店、これも一つあります。なるほど、はい、あとは実は意外と世の中ではそんなに評価があんまり食べログとか高くないんですけど、はいはい、いや逆に実は実力値ってめちゃくちゃ高いんです。この3つですよね。なるほど、うん、じゃあまさに穴場のやつの手間間違いないです。なるほどですね。いや今の内容とかは、まあ、やっぱ概要欄でね、まあ、ダウンロード皆さんしていただければ、もうそんな厳選されたお店が、お店の話みたいになってますけど、ちゃんと今回のチェックリストも入ってますよね。もちろんです。グルメチャンネルやってるわけじゃないんで大丈夫です。そうですよね、はいはい。チェックポイントと、はい、そしてお店のリストが両方手に入ると。はい、すごい失礼なんですけど、小林さんのチャンネル見たことがなくて。ここまで来て、ね、こんな長いこと撮影してて、今それ暴露する。面白いね、これ。面白いね。もうなん、そもそも何なの、それみたいな。はい。そうだね、だって不動産ですごい遠い世界もんね。そうなんですよ。だからどんなことやってるのかっていう、はい、なんか逆に同じように多分今日見てる人は初めて小林さんをしてる人もいると思う。なるほど。確かに説明なくいきなり入ってきて、確かにそうです、ね、いきなりなんかこんな夜の話とかも結構出たと思うんで、確かにちょっとなんか何の動画を撮ってるのかっていうところちょっと気になるよね、うん、はい、めっちゃ気になります。なるほど。まあ基本的にはまあ僕自身が金なし、コネなし、知識なしから全くのゼロからまあ、時間を味方につけて、まあ、20年で30億を作ったっていうような内容の、まあ、いろんな大事な要素っていうものを、まあ、要は動画にしてちゃんと毎日投稿でやってるっていうのは、まあ、まず一つと、あとはこれ不動産系っていうのは実は事業なんですよね。なので投資って言葉がつくんですけど、実際にはこれ事業経営なんで、この事業経営の側面としてのいわゆる経営者マインドっていうものを、まあ、僕自身が実際に20年やってきた内容っていうのを、まあ適宜お伝えするっていう内容になっています。なるほど。なんか今金なしコネなしみたいな話があったじゃないですか、うん、でホイミンって金もなければコネもないし、うん、なんか頭もそんなに良くないとかないんですよ、はい、そういうホイミンでもできるもんなんですか、うん、ただし軍資金がやっぱりいるんで、あ、終わった。これはもうね、龍先生のチャンネルできっちりマーケティングで、まあ、余裕で5000万とか作れるとおっしゃってたんで、龍先生の教えを請うて5000万作っていただいた上で価値確保するか、まあ、最低でもやっぱ500万ぐらいから、まあ、勝負していかなきゃいけないんですけど。なるほどですね。どう思われるの？いやでも小林さん、僕すごい方法見つけたんですよ。どんなの？いやもうすぐマーケティングとか使わずにすぐいけちゃいます。え、どういうこと？5000万ママに貢いでもらえばいいんです。ね、小林くん、贈与税かかるから。